はいはい、ここはモドリッチ戻って戻って取っていくもう扱いやすいよめっちゃ。はいどうも、ウラトでございます。戻ってきたモドリッチうざいなという感じで、赤金のモドリッチ選手を紹介していきたいと思います。まあ当たったんでね。はい、ということで、身長172センチ、ゴリシキ、普通、利き足右スキルムーブ4、逆足4となっています。で、この選手大体ね、80万ぐらいで購入することができまして、まあ、TOTS の中だと、まあ、中盤ぐらいの値段かな。まあ、レートはね、97めちゃめちゃ高いけどね。という感じで早速、能力見ていきましょう。はい、で、能力ですね。もう、パスドリブがとんでもないことになってる。もう、パスが視野99、ショートパス99、ロングパス99。もう、完璧やん。やばすぎ。で、俊敏性バランスもね、もう、カンストっていうことでめちゃめちゃ操作しやすいっていう感じかな。はい。で、ウィークポイントはほぼないんやけど、まあ、ヘディングかな、ヘディングの部分と、あとは、まあ、ダッシュ速度とか、まあ、気になるとは思うけどね。で、選手特徴なんですけども、ロングシューター、プレイメーカー、アウトカーブ、ドリブリストとなっています。で、連携スタイルなんですけども、アンカーでいいかなと思います。はい。もうアンカーつけてあげるとね、まあ、ペースもちゃんと上がるし、まあ、フィジカルも補える。で、プラスね、守備もちゃんと補えるってところで、かなりいいとは思うので、まあ、アンカー、まあ、シャドウでもいいけども、アンカーがいいかなと思いますけどね。はい、で、スカットなんですけども、まあ、レアルとクロアチアっていうところで、まあ、レアルではあるので、まあ、ほぼミドルキムガンガン組めるんじゃないかなと思います。まあ、ベンゼマ、ビニシウス。もう何でも組めるわ。で、置き場所なんですけども、結構どこでもいいかなと思います。まあ、中盤だったら本当にどこでもいい。まあ、キャムでもいいし、CM でも CDM でもどこでも正直いいかなと思います。で、俺ね、攻撃的に使った方がいいのかなっていう感じはしましたけどね。うん、で、相方、ツーボラだったら相方はね、結構動き回ってくれる選手を選ぶ方がいいとは思います。はい。という感じで早速映像を見ていきましょう。ということで試合映像を見ていきたいと思います。じゃあね、まずは操作性から見ていきたいと思います。はい、じゃあまず操作性ですね。非常に軽く、どのアクションも高性能な操作性という感じで、このモドリッチ選手ね、めちゃくちゃ軽い。うん。マジで軽いです。うん、守備もね、めちゃめちゃしやすくて、ジョッキーもめちゃくちゃ速いし、ここのジョッキーね、めっちゃ速いから守備しやすい。で、かつね、アクションもめっちゃ軽いんですよね、どのアクションも。で、パスも上手いし、ね、ドリブルもめちゃめちゃ軽いし、マジでね、このモドリッチ選手ね、何やってもうめえやん。バロンドーラーやん、みたいな感じになってました。結構近い操作感で言うと、ペドリだったりとか、エンクンクっていうところら辺がかなりね、近いかなと思います。まあ、ボディタイプがね、その二人と一緒ではあるので、割とね、そこら辺と比べても遜色ないというか、より動きやすいんじゃねえのみたいな。エンクンクのめちゃくちゃ動きやすくなったよっていう感じはあるので、かなりね、使いやすい。もう中盤でこの選手いたら本当にね、安定感というか、本当にモドリッチいてくれて助かったっていうことが結構多くなりそうかなと思いました。というかね、次は AI ですね。ポジションを守りつつ適切に動く AI という感じで、モドリッチ選手ね、ワークレートがミッドミッドっていう感じではあるので、頻繁にいろいろ動き回るわけではないんですけども、守備はね、しっかり戻って、危険なところをちゃんとカットしてくれる。こういった感じでカットしてくれたりとか、攻撃位置もしっかりとね、いてほしいところにいてくれたりとかするので、本当に中盤でいたらめちゃくちゃ助かったんですよね。なんか悪いとこはない感じで AI が。ミッドミッドなのみたいな感じのイメージはありました。まあ、ジョルジーニョル全然いいかな、俺は。本当にモドリッチの使いやすさっていうところがかなり出てたので、やっぱ中盤で、まあ、守備的でも攻撃的でもどっちでもいいとは思うんですけども、俺はね、攻撃的に置いて、攻撃も守備もちゃんとしてくれるっていうイメージがついてる、このモドリッチを使うのがいいかなと思いました。プレッシャーかけられてもいい場所にいてくれるので、このモドリッチ選手は本当に助かる選手かなと思いますね。という感じで次は良かったところですね。刈り取れるディフェンス能力、プラス針の穴を通すパスという感じで。このモドリッチ選手ね、やっぱここら辺かなと思います。ディフェンス能力が結構ね、上がってるというか、かなり上がってる気がする。ディフェンス能力が本当にめちゃめちゃ上がって、カットもめちゃめちゃしやすくなってるし、ディフェンスもガンガン取れるし、で、プラスね、パスがもうめっちゃ通る。尋常じゃない。ショートパスも、ロングパスも、スルーパスも、何でもできるって感じかな。で、次は悪かったところですね。フィジカルの強さというところで、まあ、若干弱いかな。ボディタイプ的な感じのところがあって、まあ、若干弱い感じはするけれども、まあそこまで気にせんでもいいぐらいの強さはあるかなと思います。まあ、
ただ俊敏さでうまく相手をかわすべしかなと思います。はい、という感じでモドリッチ選手の比較をしていきたいと思います。まず80万ぐらいという感じで、いやバロンドーラーよこれは。めっちゃ扱いやすいです、シンプルに。うん、こんなに扱いやすい選手いないんじゃないかなっていうぐらい、なんでもねアクションがめっちゃ軽いし、なんでもできるって感じ。めっちゃ簡単、めっちゃ楽。はい、という感じで1人目比較していきたいと思います。はい、という感じで1人目はですねペドリ選手でございますね。同じボディタイプで160万ラリーガって感じでね、ちょっと比較していきたいと思います。はい、でパッと見た感じはですね、まあ、シュート部分とあとはパス部分かな、あとはまあフィジカル部分勝ってるかなと思います。まあ、負けてる部分はペース部分、まあ、ドリブル部分、ディフェンス部分が若干負けてるかなっていう感じかな。あとスキルかな。はい。で、使ってる感じはね、まあ、ペドリとね、結構やっぱ似てると思います。リーンタイプで身長もほぼ同じだし、体重も一緒っていうところで、まあ、結構似てるかな。ペドリよりもフィジカルがちゃんとあるっていう感じなのがモドリッチって感じかな。まあ、ペドリはどっちかっていうと、スキルでドリブル抜いていきたいっていう感じ。ほんとドリブル翻弄してあげるっていう感じではあるので、ペドリ160、170万ぐらい。で、中盤で使うんだったら70万、80万ぐらいモドリッチ。って考えると、あまりスキル使わない人だったら、モドリッチ結構、というか、かなり安いんじゃないのと思って。はい。という感じで次見ていきましょう。はい、という感じで次はですね、エンクンク選手でございます。ほぼほぼね、ボディタイプが一緒というところでね、能力見ていきましょう。はい、という感じで、パッと見た感じはですね、まあ、パス部分が勝ってるのかな。あとは、ほんと、若干負けてるって感じかな。はい。で、使った感じはですね、エンクンクより小回りが効くっていう感じかな。もうほぼエンクンクやけどね。使用感マジ、ほぼエンクンクっていう感じで、ディフェンスとかインターセプトに関しては、やっぱちょっと足が長いエンクンクの方が使いやすさはあるのかな。ただね、モドリッチすげえね、ディフェンス戻ってくれたりとか、インターセプトとか守備とか、しっかりしてくれる感じがあるので、かなり守備は強い感じがします。はい。いや、めっちゃいいっすよ、モドリッチ。エンクンクが、は同じワークレートで、同じボディタイプで、もうほぼエンクンクで、150万ぐらいで、モドリッチが80万ぐらいろ。めっちゃ安ない。ちょっと、権利のことを考えなかったら、マジでモドリッチおすすめかなと思いました。はい。というかね、最終評価していきたいと思います。はい、ということで、最終評価していきたいと思います。モドリッチ選手でございますね。使った感じ、本当に使いやすかったです。めっちゃ使いやすかった。何やろうね、本当にね、めちゃめちゃ軽いし、扱いさめちゃめちゃ抜群やし、こいつは中盤にいたらね、めちゃめちゃね、ゲームメイクしやすい。本当に軽かった。使いやすすぎる。はい。という感じで、モドリッチ選手、最終評価は星10個ですということで、最近10個ばっかな気がするけれども、いやー、これはつけてもいいよ。モドリッチはね、めっちゃ強いんで、俺、これ使ってほしいっす。これはね、マジで惜しいだと思います。安いしね、80万ぐらいでちょうどいい値段だと思うんで、中盤に戻りっちゃマジでありだと思います。かなりね、俺は強いと思います。はい。という感じで、この動画もし参考になれば、高評価とチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。つかめです。